癒す優しい音色、日常にあったはずのこの音を求める声が届いています。辛い日々を過ごす中でそれでもピアノを弾こうと、それは能登の被災地から。今年の元日、石川県能登地方を最大震度7の地震が襲い、ようやく復興に向かい歩み始めていた先月、記録的な大雨が。二重被災とも言われる厳しい状況の能登半島。熊本市北区で子どもたちにピアノを指導するピアノ講師、堀川京子さんは被害を知り、いても立ってもいられない気持ちになりました。それまでピアノ弾いてきてた子どもさんとかピアノの先生方とか、やっぱりすっごく辛い寂しい思いしてらっしゃるだろうなって。始めたのは被災した能登半島に電子ピアノやキーボードを届ける活動です。今年元日にあの光景をね拝見して、それでやっぱり何かお手伝いしたいなと思ってて、まず珠洲市のピアノ教室っていうので検索してみたんで、インターネットで調べ掲載されている電話番号に片っ端からかけてみましたが、多くの人たちが避難生活をしている中つながるはずもなく、ダメ元のつもりでホームページの生徒募集の欄に連絡をしたところ、数日後に珠洲市にあるピアノ教室の八木和子先生から返信がありました。しかしメールで知らされた能登の被災の現状は想像をはるかに超えるものでした。その八木先生からの最初のメールいただいた時に、その先生が貸してらっしゃった電子ピアノの、生徒さんから連絡が来て、先生すいません、あの電子ピアノが壊れてしまいましたと。で、お家 も壊れてしまって、その下敷きになってお兄ちゃんも亡くなって、でお父さんもその下敷きになって半身不随の状態です。八木先生から聞いて、その音楽に関われなくなった方たちのために何かお手伝いをしようっていう具合に、そこで大きな決心をしました。電子ピアノやキーボードを集めるためすぐにフェイスブックで呼びかけたところ、1週間もしないうちに各地から7台もの申し入れの連絡が届きました。このピアノは三船からですね、からこういうのは甲子市から、そしてあそこのあのシルバーのは、一番県内では一番遠いと思うんですけど、高森町の鶴っていうところから。今日も今から取りに行かれる？そうです、そうです、西区と南区の方に2台ずつ今から取りに行きます。この日訪ねたのは熊本市西区で子ども食堂を営む女性。フェイスブックの投稿がきっかけとなりつながりました。以前地域から子ども食堂に提供され、子どもたちの成長とともに弾く機会が減っていたキーボードを譲ってくれることに。早速音を確認してみると、時々ね、こう長押ししたら出ないとか戻ってこないとか。もうバッチリです、ありがとうございます。2台のピアノ、きちんと音が出ることが確認でき、能登へ届けることにしました。キーボードとか、ピアノとかですね、そういうのがないということであれば、ここにあるものをぜひ使っていただいて、子どもたち夢がいっぱいですからね、もうとにかく音楽ってそしてすごくいいので、ぜひ、使えるとこまで使っていただいてね、ぜひね楽しんでいただければなと思います。取り組みを続ける中、共感した高校時代の友人がキーボードを集めてくれるなど、思いは周りの人たちにも広がってきています。熊本も地震があったし、いろいろ本当に助けてもらったなと思うので、何かの形でこうお返ししたいっていうのが、自分の手ではできないけど、堀川京子ちゃん通してできることがなんかとっても嬉しいです。そして
集まった電子ピアノやキーボードを来月に向け珠洲市へ届ける準備をしていた先月のこと、豪雨が能登地方を襲いました。珠洲市の八木先生の教室でピアノを待っている生徒たちの中には、自宅が再び被災して仮設住宅に戻ることになった人たちもいました。八木先生と相談し、音楽の力で元気づけたいと予定を1ヶ月ほど早めて届けることにしました。でそれで自分の、ね、好きな曲を弾いて、本当に少しでも心も元気になっていただけたら嬉しいなと思います。部屋を埋め尽くしていた電子ピアノ7台、キーボード15台が梱包され、トラックへと次々と積み込まれていきます。2日後、1000キロメートル以上離れた能登地方から届いたのは、ピアノを受け取った教室の生徒、青坂里奈さんの動画。力強い音色とともに手紙も送られてきました。ピアノに触れる時間を持てるようになり、とても嬉しいです。涙止まらなかったんですけど、その里奈さんとか、もう早く組み立てて組み立ててってお母さんたちに言われて、でもそのピアノからも離れなかったそうです。弾いて送った電子ピアノやキーボードは、ピアノ教室や仮設住宅、ふるさと珠洲市を離れ慣れない地域の学校に転校した生徒のもとなどに届き、優しい音色を響かせています。